ゆっくりと18番ゲート誘導を受けて今収まりました。係員が離れます。体制完了、スタートしました。おっと、8番クイーンズミラーグロ後方から好スタートは14番リエノテソーロ、さらには7番の川北園香、やはり行きます。リードを1馬身取りました。2番手には5番のレーヌミノルがつけて17番リエノテソーロ、3番手直後には6番のレッドアバンセ行って、外から14番アエロリット後位の外目、直後に3番ラビットランは後位の直後です。内から1番レッツゴードンキが行って、4番ジュールポレール、内2番のミスパンテール、中段に9番のソウルスターリングと、その内が11番のアドマイヤリード、あとは1馬身差17番電光アンジュ、16番のリスグラシューと続いて、その内から12番エテルナミノル、外から18番のメイズオブオーナー、それから13番のワントゥワン後方3番手、あとは1馬身15番のデアレガーロ、最後方4馬身と相手、8番のクイーンズミラーグロという体系、3、4コーナーの中間に入ります。7番の川北園香が先頭です。体半分のリード。14番のリエノテソーロ2番手。残り600を通過。その外から動いていきました。10番アエロリット。早くも前に並んでいって、第4コーナーから直線へ前3頭広がっています。さあ先頭は外から今度は10番のアエロリットか、その内からリエノテソーロ、さらに最内をついてはレーヌミノルが押し上げていきます。間から川北園香も粘っている。横に5頭が広がってアエロリット、外からはレッドアバンセがそれに迫ってきた。外からレッドアバンセ、アエロリットを捉えた。そしてさらに4番のジュールポレールが追い込んでくる。さらに外からはリースグラシュー、ジュールポレール、レッドアバンセ、リースグラシュー3頭広がった。ジュールポレール、リースグラシュー並んでゴールイン。さあどっちだ、4番のジュールポレールか、外16番のリスグラシューか。